はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。生ビール。サントリーの生ビール。ブリュワーズバーの琥珀色のラガーです。深いコクと華やかな余韻。限定醸造です。アルコール度数5.5%。原材料がバグガとホップです。特に何も書いてないな。なんか限定醸造の割には。まあでもあれなのか。琥珀色っていうのがあれなのか。琥珀色っていうのが売りなんですかね。琥珀系のビールとか。だいたいさ、琥珀色のビール、まあ、いろいろ飲んだな。乾杯。これはあれですね。柑橘系の苦味。だから、これは、ペールエールっぽい、ね。あ、ペールエールに非常に近いじゃないか。おー。これはペールエールだ。ほとんど、まるっきり味はそれですね。割と苦味も強い。苦めの。で、柑橘系の香りがあり、コクもあり。あ、これ美味しいですね。まあ、ペールエールに割とよくありがちの味ですけど。まあ、ペルエルだな。まあ、琥珀色がどうのこうのっていうよりは、まあ、ペルエルっていう味ですね。もうペルエルの、なんか、王道な味ですね。ペルエル。ド直球の。ペールエールです。っていう味です。まあでも、ペールエールっていうか、常年発酵とか書いてないし、まあペールエールではないんでしょうね。まあ、そのくせかなりペールエール感が強いですけど。それ何なんですか？ファミリーマート限定だって。ファミマ限定。4月25日発売。新発売。ファミマ限定。琥珀色のラガー。イギリス産、濃縮麦芽一部使用。で、アロマホップ使用。レイトホッピング製法採用。てか、ぶっちゃけ、ずっと今思ったけど、これラガーじゃねえかよ。琥珀色のラガーって書いてある。ラガーじゃん。ラガーなんだね。明らかにこれ、
ラガーって感じしないんだけど。俺の舌がおかしい。俺の舌がおかしい。これ。明らかにさ、あの、ペールエールなんだよな。明らかにペールエールなんだけど、どこがラガーなの？どこがラガーなんだろう？いよいよして俺の舌もおかしくなったか。あれおかしいな。ペールエール。でもなんか、ラガーっていうことを頭に置いた瞬間になんか、あれってなったな。あれ？あ、なんか、あれおかしいな。あれさっきまであんなにペールエール感してたのに。でも結構やっぱりあれだよね。柑橘系の香りはするよな。これがラガーって言われると、うん、これラガーか。だってラガーって言ったら、あの、仮面発酵でしょ？仮面発酵ビール。上面発酵ビールと全く別物だよね。まあ、俺もよくわかりません。まあ、一つ言えることは、あの、かなり柑橘系の味がす、あの、香りがするということですね。これ、ラガーにしては珍しい。まあ、でも、ペールエールもね、割とどこでも飲めるようになりましたからね。もう普通にね。ペールエールも。ああ。ペールエール。割とどこでも売ってっかね、ペールエールなんて言ってるのね。どこの、まあ、コンビニ行けば大体売ってるわ、ペールエールって。ああもうなんか飽き飽きしたね。もう、ペールエールは。もう、飽き飽きした。俺もペールエールもどんだけ飲んだんだよっていうぐらい飲んでるからね。本当にさ、もう何でもかんでもなんかペールエールだもん。この柑橘系のさ、このさ、味でさ、香りでさ、もうさ、何よっていう。どんだけ押すのっていうさ。柑橘系のさ。もう、ビールにまで柑橘系入ってきちゃったよ、みたいな。ね、酎ハイとかだけじゃなくてさ、うん、まあなんかもうどこでも飲めるようになりましたよ。コンビニで買える時代だからね、ペールエールはね。
ああ、ペールエール。だから、あとあんまりないのって言ったらやっぱスタウトじゃないですかね。あんまりないのって、でも、どうなんだろうな。スタウトと、あと、バイゼン、まあ、いわゆる白ビールですね。白ビールぐらいちゃうか、あんまりないのって。もう、ラガーはだって、まあ、ラガーもないのか。いや、ラガーはあるか。ラガーは普通にアメリカンラガーのハイネケンとか、バドワイザーがあるからな。まああれもコンビニに売ってるし。で、日本で売られてる9割方はピルスナーだしな。ピルスナーだし。で、ペールエールは割とどこでも売ってるし。スタウトはスタウトで、まあ、ギネスビールがまあ売ってるかっていうぐらいですかね。コンビニにギネスビールが売ってりゃそれがスタウトだし。つってもまあ、スタウトあんまないっすよね。確かに。スタウトかな。でも白ビールもやっぱないですね、焙煎ね。白ビール、白ビールっつったらないな。白ビールが一番あれかな。売れてないのかわからんけど、ないもんね。あんま見ないもん。コンビニで多分白ビールって売られてっか。まあ売られてるとは思うけど、そんなに数、種類少ないよね。まあ、スタウトも少ないけど、まあ、白ビールの方が少ねえかな。わかんねえけど。まあ、ほとんど同じぐらいですかね。スタウトとね。まあ。でも、アサヒスタウトとか、まあ、あるところにはあるからな。アサヒ焙煎なんてないからね。一応大手ビールメーカーが出すスタウト、なんかキリンスタウトとかもあるだろ？ってことを考えるとやっぱり、焙煎が一番少ねえんじゃねえの？ビール。ビールだと。まあそうですかね。まあって言っても俺も白ビールあんま好きじゃないんで、まあ小麦ビールなんかあれなんだよね。なんか、なんやねん、なんかさ、まあ、まろやかなんだけど、まあ、まろやか。まろやかですって言われりゃ、それで終わりなんだよな。まあ、まろやかなビール。小麦ビール。まあ、味もまあ、なんか、ようわからんよな。なんか、微妙な味するし。曖昧な味するしな。あんまりな。あんまり。まあ、これは美味しいんじゃねえの？
さすがに。まあ。まあ、ただこれは、ラガーって書いてあるけど、ほとんどこれは、ペイルエールです。4144です。ご視聴ありがとうございました。